コナチューブからのお知らせです。コナチューブを見ていて、動画に出ているあの人に質問したい、こんな動画を作ってほしい、第五人格のあの人の動画を見たいなんて思ったことありませんか？そんなあなたのお悩みを解決するために、コナチューブ公式ツイッターを作りました。公式ツイッターについて、コナチューブへ質問がある場合、プロフィールに書いてある URL から目当ての人へ質問してください。動画への要望は固定ツイートのリプ欄に記入してください。また、コナチューブは動画投稿の依頼も受け付けています。動画を出してみたい方は DM まで。編集、サムネイルはコナチューブがしますので、興味のある方はぜひお気軽にご連絡ください。Twitter のフォローよろしくお願いします。それじゃあ早速本編へどうぞ。皆さんお久しぶりです。アンノーンです。2回目の動画投稿になります。よろしくお願いします。今回はもう第5人格めちゃくちゃサボってるんですけど、まあ、今話題の囚人使ってね、まあ、またキャリーって感じでやっていこうかなって思ってます。前回でさ、何回か撮り直してやったらさ、なんかコメントで言われたんですけど、感想文っぽいって言われたんで、今回は一発撮りでやっていこうかなって思います。で、今回 JS で囚人なんあー間違えた一等豪華士なんですけど、まあうまいことリッパーさんに刃当てられて即死を取られちゃったんですけどね、まあ、ここから僕の囚人で勝ちに持っていくんで、ぜひ見ててください。で、ここでね囚人寄せてきたんで、もうボロなくて左右なんですけど、もうこうなったら一等だから、まあアイテムは少なくても、まあ、即死しちゃったからこれ2個あると思ってるんですけどね、まあ、とりあえず囚人で、まあ、行くしかないなっていうことで向かってますね。で、あそこでスタンで刃を確認しながら、あとスタンを速攻貯めれるようにしてますね。で、ここは刃を注意しながら距離感を見てですねうまいことを避けれて、でここもケバブを狙って、でここでね時計使ってくれたのにチェイスが自分に変わるんですよね。でここで送電を貯めれたので気を使って離します。距離感、基本的に俺は後ろ見ないですね。距離感が離れたり、まあその距離感が離れた時に先回りされないように見てる感じで、ここで刃の読み合いをして、ここは結構頑張りましたね、ハンターさんが。でここは、まあ、一周できるっていうかできると思ったんですけど、上があるのかな、確か上があるから通りませんでしたねまだ見てない。ここ危なくてね鬼没なんですよね。ここ頑張ったんでうまいことできましたね。でさっき上あるって言ったけど、この感じだと上なさそうだなあ、上ないっすね全然。まあでもここしっかりやるわけで、キーを使ってまた窓枠に行って、リッパーは基本的に刃がない時はてかこういう窓枠があるところで先回りできないところをチェイスするのがいいですね。でここでしっかりハンターのスティンと場所を見て動いて、またここは一瞬間に合いますね。間に合って、でこれでいや絶対矢部打つんでフェイントをかけて、これ結構うまくいきましたね。で次のポジションでまではもうあの刃引いてあるんで透明になっちゃうんで、まあ仕方なく一発もらいますね。一発もらってまた窓枠を乗り越えてと、そしたらね透明になるのは時間がかかるから、まあ、確実に時間を稼げるルートになります。でここで一定の距離空いたから、またここも先回りできるポジションなんでしっかり後ろを見て、またリッパー先回りしようとしてたから、こっちのはねできる限りこっちに引き寄せていった方が刃も狙われにくいですね。ここも刃打ったけどうまく避けることができました。で墓場に行って、残りこれで暗号機2台加速が入りましたね。でここも先回りされないようにしっかり見て板を倒して、でこのハンターは、まあもうそうっすね、刃で倒したいみたいですね。でもまあしっかり視点見て動き見たらやられることはないと思うんで落ち着いて、でここは9が残ってるんで次のポジションに移動して、で残り1台ですね。うんでここれで板を倒したので、また板が倒れてて距離が離れてるとこに行って、そのように板でつけてもらいました。刃で即死しちゃったら、もしかしたらね、引き分け取られちゃうかもしれないんで、つけてもらってチェイスをしてる感じですね。でもこの板強いんで、あ、諦めましたね。諦めたので自分はゲートに向かって逃げることができるかな。多分逃げれるんで、これで4逃げですね。って感じでいいっすね。それでは次の試合いきましょう。はい、次の試合はルキノですね。ルキノもチェイスも初めは俺でなくて、またセカンドチェイスから始まるんですけど、存在感たまったハンターってやっぱ強いですよ。で、アーチは必殺で、ここで見つかったんですが、壁、南壁脇なんで、絶対殴らないんで、ここで囚人のとこ行きますね。で、ここでチェイス取りたかったんで、タゲ引きって感じですね。で、タゲを引いてチェイスが始まります。ここはね、なんだっけ、歴の視点的に言うと、囚人追って囚人と不足しといた方が美味しくなってことなんで、囚人狙ってますね。でもね、僕はね、ルキノの王と言われるズイチさんとの戦いに、ズイチさんにいつもボコられてるんですけど、そのボコられてる甲斐があるから、ルキノに関してうまいことプレイできたらいいかなって思ってチェイス引いてます。で、しっかりとね、距離感とステイン見て、あとスキルのクールタイムを考えて動いていったら、なんとかなるんじゃないかと思いますね。ここはね、なんだっけ、スタン使ってしっかりと板までって読み発生するので、ここ読み負けなんですよね。いや、もうネタバレになっちゃうんですけど、俺ここでダメージもらうの毎回読み負けなんですよね。で、ここで一回大きく離れて、もう次のポジションに、ここ鬼没入ってくれましたね。もう毎回そうなんですけど、鬼没の頑張り、ほんと危ない。鬼没読みはしないんですよね、俺。とりあえず鬼没吐かして入ってくれたらいいかなって思ってる人間なんで、でも外れてくれたおかげで、ここから頑張って伸ばすので、あそこの板ね、倒しちゃったらね、もう存在感溜まってるんで、スタンできるんで、あそこは強いでしたね。で、Q があるので、ここでまた一周ぐるっと回って、次のポジションに移動。で、ここでまたね、ジャンプもできるから、ジャンプ経過もしてますね。で、ここで一投目つけて、避ける。うまいこと言ってますね。で、ジャンプを使ったら、板先倒しでポジション移動って感じですね。で、ジャンプができるときには、もう駆け引きができるポジションに移動するっていうのが大事です。で、ここもそうなんですけど、ここも行くと見せかけて行かない。今回のプレイ一番うまかったプレイです。さっきの。で、ルキノはもう存在感溜まってからの読み合いがめちゃくちゃ楽しい。いや、勝てたら楽しいけど、負けたらもうクソゲーってもう大パンしてますね。大パンしてるけども、今回うまくいったんで、どうやらしてもらって。で、ここのポジションで、ここで板スルーして、ここで読み負けたんですよ。で、これでダメしちゃったんですけど、残り1台で約4台だけど、これ5台分したかったですね。ここで読み勝てたら5台分いけたんだけど、いや、もう5台分いけなかったんで、それはダメですね。でもあそこすんなんで、とりあえず自分は離れて、2人いたら通電はできると思うんで、通電させてもらうって感じかな。そうだね。いや、義士囚人はね、やっぱ解読が早いっすよね。つけてもらって、今どうしよう。俺がゲート触る必要もないなと思ったんですけど、どうなんだろう。ロボットはいたのかな。多分ロボットはゲート開けてると思う。さっき南ゲートにロボット置いてるっていうか、チャットとかで分かってたと思うんで、多分開けてないですね、ロボットが。で、開くぞってなったから、ゲートに向かってますね。ゲートに向かって、囚人が出れるってなって。で、どうだろう、もう一人来るのかな。今回は2本とも、チェイス動画、タゲ取り動画って風に出してみたんですけど、やっぱ強化が入って、チェイスがめちゃくちゃ強くなります。めちゃくちゃってわけでもないけど、自己率が減ったので、もしチェイス自身に、いや、ノラとかには任せらんねえわ、俺がもう勝ちに導いてやるわっていう、まあ、チェイス自身に気がいるなら、ぜひ囚人を使ってもらえたらいいかなって思いますかね。紳士淑女の皆様、この度は平チャンネルの動画をご鑑賞いただき、誠にありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、他の動画もおすすめとなっておりますので、ぜひご覧ください。それでは、あなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ。どうか、神のご加護があらんことを。